い、佐藤あやみです、今日は東京オートサロン2024年に来ていますということで、はい、後ろに見えるのは日産でございます。日産のブースに来ました。で、今回は日産のブースをですね、ちょっと歩きながらいろんな車を見ていこうかなと思います。レッツゴー。まずさ、目に入るのはピンクのエクストレイル、すごい。私ピンク大好きなんで、もう一番最初に目についた。かわいい。なんか、すごくないこれ、エクストレイルなん？どうなっとんやろこれ。すごい、めっちゃ強そう。なのにピンクやけんかわいい。でかく見えるよね。いや、これすごくない？めっちゃ大きい。すごいですね。で、こっちにすごいのがいますよ。何あれ、お部屋？何、天気予報？テレビ？キャラバンかなこれ、ベースキャラバン。すごくない？充電？すごっ。キッチンまであるよ。ルーム？お手洗い。すごい。手を洗うところもある。すごくない？やば、もうこれでいいかも。いえ、で、フロント顔は、やっぱキャラバンよねこれきっと。すごい、すごい、ニョッキーって出てくるってことよね、あれが。へえ、すごいですねこれは。でもなんかこういう車って本当にいざという時に使える車だから、本当にすごいと思うね、今の時代いろいろね。ほら、子供用のおむつ替えとかもある。すごい。なんかイベントとかの時にこれ一台あれば何でも置けそう。で、向こうに見えるのはフォーミュラー E ですかね、これは。フォーミュラー E のマシンがいます。かわいい。桜のデザインで和な感じがめちゃくちゃかわいいですね。お、2024年3月30日に東京にやってきます。すごい。そうやん、東京でね、あるって、フォーミュラー E が。見てみたい。フォーミュラー E の音好きなんです、私。ぽにょん、ぽにょんみたいな。はい、すいません。でも、すごいなんか、あの珍しい音が私は好きなんです。静かで。そしてこれ、スカイラインニスモがあって、そしてこちら真ん中にアリアのニスモ。で、これが今回発表されたということで、めちゃくちゃかっこいいです。すっごい未来的。どんな走りなんだろう。まだアリア乗ったことないんですよね、私。今度アリアをお借りして動画撮ろうかな。ね、乗ってみたい。すごい。めっちゃくちゃかっこいいな。で、横には GTR ニスモがいます。これは2024年モデルのね、ほっぺがハニカムチックな感じのかわいいデザインので、はい、フェアリティ Z ニスモでございます。この間私フェアリティ Z に乗って動画撮ったんですけど、ニスモはまだ乗れてないので、ニスモもね、いつか乗りたいなっていう感じで。めっちゃかっこいいね、やっぱ。乗りたい乗りたい、やばい。シートもかっこいいし、めっちゃ乗りたい。絶対楽しいよ。すごいかっこいいですね、こうやって見ると。全部同じカラーで統一されてて、いやいいな、かっこいい。で、なんか向こうの方にも、はい、これスポーツスペックコンセプトでございますよ。セレナのスポーティーな感じって。すごい、なんかシートもさ、かっこいい。てか待って、なんか寝れます、すごい。しかも青のステッチとか入って、これスポーティーめっちゃ。すごーい。こっちはエクストレイルの方の、これもスポーツのコンセプトじゃないですか。なんかすごいギラギラしい、なんかもうギラギラギラってしてない？ホイールがすっごい綺麗。あ、これもスポーツスペックコンセプトですね。はい。エクストレイルもめちゃくちゃいい車なんですよ、この新型エクストレイル。シートかっこいい。開けていいかな、これ。なんかシートめっちゃかっこいい、見て、ステッチ白で。フロント、お顔はこんな感じで、なギラギラしてる。まあでもそんなにすっごい変化はないんですけど、下のアンダースポイラーとかそこら辺がちょっとまた違うのかなっていう感じはしますね。めっちゃかっこいい。
あ、まだ奥もあった。こっちの方まであります。これがビームスとコラボのルークス。すごいよね、ビームスとのコラボ。いや、なんかおしゃれ、なんか全体的に車っていうよりちょっとなんかミニカーとかのおしゃれなデザインありそうな感じ。可愛いらしい。うん、可愛い。色もなんかちょっとラテっぽいカラーで、中がどんな感じなんだろう。ファッションブランドとコラボってね、珍しい。え、すごい、見て、デニムみたい、お洋服。え、すごい、ここもドアポケットの部分とかもデニム。え、可愛い、超おしゃれで、やっぱ後ろスライドドアめっちゃいいですよね。やっぱり乗り降りがしやすいし。え、可愛い。ここにビームスって後ろにロゴが、そこにもビームスルークスって書いてて、色合いが可愛い。とにかくなんかやっぱデニムって感じなんかな。そうですね、ちょっと、わあ、すごいマーチ。え、木がすごくない？なんか森に、森っていうかなんか可愛い。だって中も森みたいな感じでさ、自然な感じ。え、可愛い。あ、カフェみたいな。何、メニューって書いてない？え、すごい、なんかカントリーな感じ、ほんわかするよね。めっちゃ可愛い。中も緑のと木の色合いが、え、すごい。これもう可愛いなぁ。あ、ベーカリー売ってます。あ、そういうことか。ね、こういうのほんと可愛いよね。ここでカフェしながらねパンケーキとかね。すごいいいですね。またなんか違った感じですね。この他のメーカーと違ってコンセプトの雰囲気がガラッと変わって、めちゃくちゃ可愛らしい感じです。はい、というわけで今回はこちらの日産ブースをご紹介してみました。いかがだったでしょうか。もうすごいワクワクする空間だったので、ぜひ皆さんもね、同じようにこの東京モーターサロンにですね、来た雰囲気を味わっていただけたらなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。